今日ほんま朝5時に南青山散歩しててんけどほんまにあの晴れてるからほんま気持ちいいね、うん、その散歩してたらそういやなんかファブルって映画化してたなと思って、で漫画ってどんなんやったっけと思って気になって、そのコンビニ入ったらヤングマガジンあってんけど、なんかほんまたまたまやねんけど、ちょ見て、たまたま佐伯さんの表紙のヤングマガジンやって、ええー、と思って、ほんで、え、そんなんやってんねやって思って、なんかいつもそんな感じちゃうから、あれなんやろと思って、Twitter 開いたのに、ほんで、Twitter 見たら、1月30日発売ですって書いてて、え、マジで今日やんと思って。すごないこれ。いや、しかも今日ってことは、こういう雑誌ってだいたいね、朝5時から7時ぐらいに新しいの入るからぴったりちょうどぐらいでこれ見つけられて、いやほんまびっくりして、でもまあその俺ほんまファブル読みたかったから、うん、ちょうどよかったなと思って、そう、いやだからそのグラビアみたいなほんま普段一切見えへんから、うん、いやでもびっくりした、あの頑張ってんねんなと思って、もうファブルがねちょっと読みたくて、ファブルって確かね最初の方のページやん、うん、あーでもうーんというかこれあれかピンクレモネードかこれな、ピンクレモネード美味しいよね。これね、レモンが入って、でピンクグレープフルーツかな。うん、なるほどね。ファブルが何ページ？最初ここへ。あでも結構ファブルの前にこうあんねんな。グラビアって最初にあんねや。最初の方にこうあんねんな。せっかくやからちょっとな見てみようか、せっかくやしな、ほんまにこんなね、なるほどなるほど、あスタイリスト笹谷さんなんや、あ撮影竹雄さん、誰なんや、すごいな、でもいい感じでいい感じやな、うん、なるほどね、リポーターとして食べることが多いので体のケアには気を使ってます、なるほど。王様のブランチでな、リポーターしてるもんな、なんか。でもあれ、俺が教えたやつだからな、あれ。なんか、そう。だからいい感じでやってんねやわな。撮影時には、幼馴染のマネージャーとワイワイしてたぞ。あー、おいちゃんのことな。はい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 。おいちゃんのことやん。おいちゃんと、な、マネージャーのおいちゃんと、なるほどなるほど、いつだって飾らない自然体が似合う女の子、いいな、俺も等身大っていう言葉、うん、よう言ってるからやっぱ影響受けてるのかな、うん、なるほど、YouTube のあれも書いてる、公式チャンネル、ポンユズチャンネル、俺これ出たことある俺これ4回5回ぐらい出てんぞ俺、出てんねや、なんなんな、直筆サイン入りチェキ、こんなんもあんねや、ハガキ出したらもらえんのか、うわいいな、みんななるほどな、そんなんもチェキみたいなのがあって、あでも間にも人いんねや、夏目すずさん、初めて知った、スタイリストとヘアメイクとロケコーディネートって変わんねや、同じ雑誌の勉強なるな、こんな変わることあんねや、あ最後にもこう間、あこうあんねや、最後にも、鈴原すずさん、腹を鈴で挟んでな、なるほどね、
今ってもうハガキ挟んでないのか。今というかあれやな、ハガキ自分で用意するんか。いやでもすごいわ。ちょっとファブルはちょっとゆっくり読むか。うん。なるほどなるほど。すごい、でも。こんな奇跡が起きるとはな。ちょっとびっくり仰天やね。一旦お風呂入ろう。